怪談都市伝説ヒトコアとジャンル不問のコア団バトル大コアその歴史に残る名作コア団を紐解く「オーコアアーカイブ」 どうもこんばんばはえっとね僕、えー、3歳ぐらいの時から、えー、10, 10年ぐらい前までね、あのー、すごいずっと長く住んでたマンションがあるんですけどそこのマンションって何つってらいいんだろうな中庭にこう山があるんですよ。でその山の中にはこうアスレチックがあったりだとかあと昔の多分ね明治時代ぐらいにそんぐらいからその山に立ってるような。 レンガ作りのこう建物だったりねそういうのがあるんですよ結構子供の遊び場としては結構優秀な場所ででもそこの団地に住んでるマンションたちの子供がねそこのアスレチックとかで遊んでるとあのよく会う友達みたいのでグループになってねで5人ぐらいのグループでいつも遊ぶ子たちがいたわけでその子たちとこうアスレチック遊んだり その,ね、その廃屋に行ってみたりあとはもう,もうとにかく縦横無尽にそこの獣道みたいな場所をね通り抜けていろんな場所行ったりして遊ぶんですよ。でそうやって遊んでたりするとあのー、一人ねこう上下グレーのスウェットでいつもうろついてる同じぐらいの年の子がいてでその子って何ていうのかなまああの多分ね知的障害者の子なんだけど。 もう気さくにこう遊びに来るからさ俺,俺たちもこうそういうのに何も隔てがなく一緒に遊んでるわけやだけどこうやって一緒に遊んでるとこう例えば鬼ごっこするとかいう時にちょっとルールが分かんなかったりこう10秒数えて追ってきてねっつってももうすぐわってこう追っかけてきちゃったりでもあ,あんまりちょっと噛み合わないところあるんだけど一緒に遊んでたわけある時 そのなんか思い通りにいかないとすぐ怒っちゃう子だったのねでその中のグループの中にこう女の子がいたんだけどその子に暴力振るっちゃったりしてもうちょっとあの子怖いみたいなでまあだけどまあこうなんつうのかな、まあ、我慢して遊ぶっていうかそういうのはまあしょうがないよねっつって遊んでたわけだけどもうそのうちもう結構そのわがままが行きすぎるようになって まあ結構髪の毛ギュッとか掴んじゃったりしてもうやだおい私あの子やだみたいになったのである時にあの鬼ごっこするってタイミングでその子が鬼になった時にもうこのまま巻いて逃げようってなったのであのまあやっぱこう10秒数えろよっつってで 19みたいな感じで数えてんだけどもう10秒経たないうちにねこっちに追っかけようとしてくんだけどもうそれも振り切って俺らわーってその子を置いて逃げたわけその子ね結構足が速かったんですよでわーってみんな逃げんだけど結構追いつかれそうになったからもうみんなでねこの一番近くのマンションの,あのエレベーターにみんなでわーって入ったの。 で早く早くってその子がまだ入ってくる前にエレベーターホールにみんな集まってでも一気に乗ったわけそうするとこうエレベーターこうやってあのなんだガラスのこう扉じゃないですかでもうそこをこう閉めるボタンをこうやってやってるともうそ,このその男の子がバーって入ってきちゃったわけですよエレベーターホールにで早く閉まれみたいな感じでギリギリで閉まってでもうその子ダンってあのエレベーターのドアに当たったんだけど。 はい、よかったしまったってなってそのままこうやって登ってったの俺ら「ざまあ見ろお前らお前みたいなその暴力野郎お前なんか友達じゃねえや」とか言ってそ,そいつにねこうガラスの扉越しに叫んで,で上に上がってただけどなんかねこう寂しい気持ちになったんでねその子のことをなんか最後まで友達でいれなかったような気持ちがなんか寂しいなって思いながら登ってったの。 でそのまんまもう他の出口からねそのマンション使って前行ってでその子にね気づいたらもう全然会わなくなってたんですよでまあその、ね、5人とはよく遊んでたんだけどそのうちずっと同じマンションに住んでても大人になってくとねもう今だったらもうその5人の名前も覚えてないぐらい もう全然遊ばなくなくっっちゃってねで僕気づいたら高校生になってましたで高校生になってた時にねあのうちの母親があの新聞配達のバイトを始めたんですよ長官だけなんだけど長官をうちの母親が配ってただけど毎日やってると、あのー、風邪ひいたりねうちの会社がした時にあのちょっとまさかず 私風邪ひいちゃったから今日配ってきてくんないみたいな感じでた,たまにこう小遣いあげるからって,って僕が手伝わされてたんですよああいいよまあ1,000円ぐらいなんだけど、まあ、1,000円もらえんだったらやるかってってたまに手伝ってた僕ずっとそのマンション住んでるもんだから、ね、抜け道とかすごい知ってるんですよこのマンションはここから抜けるとここに抜けれるとかだから結構新聞配達するのにものすごい効率のいいショートカットルートがいっぱいあるわけです でこっちの団地に行くってなったらその山を通り抜けんでねでその新聞を持って獣道をこうやってもう縦横無尽に新聞を持って行くわけでまた朝もね早い真っ暗なその獣道をさ早そうと行くわけですよそうしたらねあの獣道だから結構暗いけど向こうの方からガサガサガサってなんか来たの。 何だと思ったら子供がいたんですよ。であ子供か。か何か探してんのかなと思ってだけどこうぶつかっちゃうからそのままだとこうちょっと譲る感じで待ってたんですでうん?で」ってよく見てたら何か嫌な気配したんだよね。何だ何か嫌だなと思ってぶんのに隠れたの。 だからねその子をこうやってて探してんですよでどんどん近づいてきたらねその子ねスウェットグレーのスウェットの上下着てたのあれ何か見たことあんのこの子って思ったらねそのエレベーターでね僕が巻いてあの時にバンってぶつかってきたあの子がねそのまんまの姿で何かこうやって探すみたいに歩いてたんですよ。 で俺それ見てうわーっと思って「俺何見てんだこれ」と時代がねもうタイムスリップしてるみたいな気持ちになって「うわやばいここで見つかったら俺なんかものすごいことされるんじゃないかと思って呆然と見てたらねその子全然僕が音立ててねこうやぶに隠れてるのに全然僕に気づいてないわけで,でずっとこうやってね何かを探すみたいな感じで僕の前を通り過ぎてったんですよ で俺本当に恐ろしくなっちゃってそのままこう家にもうなんてつうのかな配らなきゃいけない新聞も持って帰ってでそこからねあのエレベーターがしばらくくね怖くなっっちゃったエレベータータをこうやって乗ってこうやって閉めようとするとそのねグレーの男の子がわーっていつこのエレベーターホールに駆け込んでくるかって思ったらね 怖くて乗れなかった今はもう大丈夫なんだけどねその時は怖かったっていう話ですありがとうございました最後までご視聴ありがとうございました大コアチャンネルチャンネル登録をよろしくお願いします